今フリスク入れちゃってるからもう相手のもうここまでも口入れちゃ2023年4月6日 <laughs> 都内にてはじめましてはいい息でプロジェクト新生活応援公開イベントが行われ今年のフレッシャーたちの悩みにその場で応えるためビジネスコンディショナーの財津経人クリーンブレス。 チーフコミュニケーションキャプテンのいききれいタレントの関根まりが登壇したそれでは早速プロジェクトメンバーでもある本日のゲストの方々をお呼びしたいと思いますビジネスコンディショナーのザイツケンジさん株式会社クリーンブレス CCC CC チーフコミュニケーションキャプテンいききれいさんそしてタレントの関根まりさんですどうぞ拍手でお迎えください 皆様本日はどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします,ししますそれではお一人ずつご紹介をさせていただきますまずはビジネスコンディショナーのザイツケさんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします 財津、えー、さんは普段はどのような活動をされてるんですか、はい、そうですねあの、ビジネスコンディショナーとして、立ち位置としてやら,やらせていただいてるんですけれども、あ,あとは、えー、とモーニングスタンドアップの CIMO とかもやってますし、キューブリックオーガナイザーもやってます。 続きましてチーフコミュニケーションキャプテンの息希レイさんです。息希さんどうぞよろしくお願いいたします。おいしチーフコミュニケーションキャプテンというのは、はい。C C C ですね。はい。皆さん C C C でございますけど、はい。こうは。 すまわざわざこんな用意してもらってもう当にあにコミュニケーションにおいていろいろありますけども社会で出てくる上でそれのチーフとキャプテンを兼任してるといった感じですねなるほど今日はどうぞよろしくお願いいたしますお願いしますそしてタレントの関根さんですすよろししくお願いいたま関根さんの最近のご活躍ご活動など伺ってもよろしいですか 私はそういうい省略した文字とかはないんですけれども基本的に今は7歳と3歳2人の娘の母親をしながらタレントの活動もしております、うんはい、まあコミュニケーションといえばまあ父もコミュニケーションスキル、うん、あの独特なコミュニケーションスキルを持っていると思いますので、うん、その父に育てられたので私もコミュニケーションスキルには自信があります今日はどうぞよろしくお願いいたします。しししお願いしますしお願いします、えー、そしてですね 本日は4月から新生活を迎え対面の初めましてが不安というですね、うん、フレッシャーたちにもこちらの会場に来ていただいておりますえではお呼びしたいと思います<ー>フレッシャーの皆さんですどうぞフレッシャーだね。<laughs> うわ懐かしいフレッシャーですね、うん、フレッシャーだなー僕もやってましたよフレッシャーはフレッシャーだなー うん、ということでこちらのフレッシャーたちはですね、うんうん、新社会人新大学生ということで、うん、初めての出会いが不安という悩みを抱えていらっしゃる方々です、うんうん、今日はお三方の話をたっぷりと聞いて皆さんぜひ不安を解消してお帰りいただければと思いますえでは皆さんおかけくださいそれではまずは はじめましては、いいきでプロジェクトアンバサダーリーダーの荒木優子さんからメッセージをいただいておりますので、こちらをご覧ください。フリスク、はじめましては、いいきでプロジェクトアンバサダーの荒木優子です。フレッシャーの皆さん、元気にしていますかはいさあ四月になって新生活もスタートしましたけど、コミュニケーションの悩みってたくさん感じませんか 私も新生活を始めたばかりの時は伝えたい人が伝わらなくて慣れないこともあって不安だったり緊張っていうものがすごくたくさんあったんですけど積極的に人と話したりすることで意外ととみんんんなに受け入れててもらえるんだって思えるるだっ思ことがたたくさんありましたその時の経験が今の私を作ってくれたなと思っています。 もしコミュニケーションがうまく取れないと悩んでいる人がいたら是非このプロジェクトで新生活でのコミュニケーションの極意を学んでこれからのいろんな初めましての機会をいい息で過ごしていっていただけたらいいなと思います一緒にフリスククリーンブレスを食べていい気で前向きにコミュニケーションしていきましょう荒木優子でした はいありがとうございました、えー、お三方の皆さんリーダーからこのようなコメントがございましたがいかがでしたかいやだからフレッシュキブルなフレッシャーっていうのに関して、うんえー、マインドキャピタルがすごい、えー、オーガニックしてるなっていうのは僕は思いましたねうん、うん、確かにそうです、うん、あのる、ー、きさんは僕の下でやっててずっと、うん はい、僕今、チーフとキャプテンをやってるんだけどその下のリーダーっていうのに今任せててクリーンブレスと本当に見たら分かると思うんだけどもすごくあのあのね画面越しでもその息がそのクリアブレス感じもするしファインアップししてまたね, <laughs> ね <laughs> それも伝わってすごいなんか本当に自分に自信を持ててるなっていうのが伝わってきましたね。はいはいはい そうですも、爽やかさはすごく伝わってきました、はいあのね、やはりこう新生活やっぱり不安っていうのは最初はあるかもしれないんですけど、うんうん、意外とねこう、どんどんぶつかっていってコミュニケーションを取っていくと受け入れられるコミュニケーションって取ると楽しいんだっていうのもね、うん、出ると思いますしそういうメッセージもアタックブレスしていけばいいの プレッシャーのみんなのカムブレスしちゃってると思ううん。受け身受け身のカムブレスしちゃってると思うけど今言ったようにアタックブレスしてってもグッドブレスになるんじゃないそうですねねでではす先ほども リーダーもおっしゃっておりましたけれども、はい、このプロジェクトで新生活でのコミュニケーションの極意を学んでとおっしゃってましたよねリーダーも。今日はフレッシャーの皆さんのコミュニケーションの悩みをですね、うん、どんどんこ,のこちらのゲストのお三方に解決をしていっていただきたいと思います。 でテーマとしましては、うん、新生活スタート新たな出会いにおけるコミュニケーションの極意とはということでまずはゲストのお三方で、はい、こちらのテーマについてディスカッションをしていただきたいと思います。なるほどそれででははよよろろしししくお願いいいまままますすあああ最初ちょっと <laughs> よろしいですかねと、まあ、ね 食べ方変わってないんだよな、申しこうくんでです中指やっぱあ新しい出会いにおけるコミュニケーションにとって大切なのは笑顔で元気に挨拶するっていうのは一番最初にスタンドアップで立ってくると思うんですけれどもそこからファーストフレッシャーからミドルフレッシャーに。 スタンドをラゲージしていけるかって、うん、それがもう大事なのかなっていう。そうだね。うん、それが結局、我々オールドフレッシャーがどれぐらい、その。皆さんに、その。なんかなっていうのも,もんだけど、やっぱり、まあ、笑顔で元気に挨拶っていうのもあれだけど、やっぱりなんか、その。まあ、結局ね、あの。あの、いい音しましたね。一に自信が持てれば、すごくそれが続くはずだから、もう挨拶でいきなりもこう。 とといっっちゃうううてのもありだだ思んよねそういうのも含めてやっぱり最初に「印象」って大事ですもんねあった時にやっぱり元気ないよりは元気な方がお互い気持ちよく始められますしやっぱり表情が「笑顔」っていうだけでお互い気持ちが明るくなってそこも親しみがより湧くと思うのでそこのキーワードを「元気に笑顔で」っていうのは すごくポイントだと思いますからそのあのパワーコミュニケーションを、えー、していくにはまずは、えー、ファッショナブルブレスっていうのを使いないし、うん、そこに関してはあのキリングスメルっていうのを、うんえー、もうちょっと、えー、リメーションしていくっていうのは僕はもう、うん、大事なのかなっていう、うん、思ってますね。はい、だから結局 まとめるとフリリスクマネジメントっていうのを結局みんなでタスクタスクでやっていかなきゃいけないなていうのはフィックスかなっていうそそううだからブレスキャピタルをどうファウンドアップしていくっていうのかそれをワールドラゲッジにはめていくっていうのがもうマストかなっていうのは思いますね。 喋ってくれることはないですから。<laughs> すごくこれは本当に貴重な話<や>重だと思いますよ。<ー>本当お金取ってもいいぐらい。息さんほどさんほどそんな喋ってない。いやいやいや。ちょっとえ息<え><え>さんこそですよ。喋え。 喋りすぎ喋りすぎ喋ってちょっとちょっとなっちゃうから変なやつみたいなちょっとブレスオーバーしてるみたいなブレスオーバーしてますよちょっとこれは本当によく言われるんですよ、ブレスオーバーだって本当にもう本当にもう小っちゃい頃から本当もうブレスボーイとかって言われちゃっていはいはい本当そこはごめんなさい本当すいません女性のいる前ではいいいですはいうんん 関根さんはどうでですか、はいはい、この笑顔で初めましてのこう何かか思い出ですとかの、はい、あ私もあの初めてやっぱり新生活の時覚えてます、うん、こうたくさんの人に会いますからどうしようって友達できるかな、うん、みんなとうまくいっかなって不安もあるんですけれどもそこはもうどん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 まさにこの元気に笑顔で自分で積極的に話しかけに行くことによってそこからまた新たな だったり関係性が生まれるので<ー>なんかこう躊躇しないで、うん、せっかくだったら話そうとか<ー>せっかくコミュニケーション取ってみようってこう前向きに取り組むようにしました、うん、別にそ,そこで話した人が一生親友になるわけではないので、うん、とにかく,とにかくもう数を当て,当てていこうと思って、うん、たくさんの人と話せば話すほどあこの人となんか気が合うなもっと話してみたいなっていう人が出てくるので、うん、そうしたらまた会えばいいし。うん っていう意味であまりこうなんか構えないで、こうあ大丈夫かなとかって考えすぎないでもう気楽にこうコミュニケーションを取っていく。その時のキーがやはり元気に笑顔っていうのますね。で関谷さんもあの三代目クラシエブレスガールに選ばれてますね。そう三代目のはい。それで知った方も多いと思そうそうですよね。経歴載ってる載ってましたっけはい。確かにそうですね。それ今おっしゃってたように。 結局そのフリーブレスをすることによって、そのエキサイティングフレンズも増えて、それでまあ本当に良くなるってこと。そこまで言っちゃう。そこまで言っちゃって大丈夫ですか今日。え、うわちょっとお金取ればよかったのいやね、ラッキーです本当にラッキー。うん。 今日は、ね、本当にさまざまなお悩みを抱えていらっしゃいますからはじ、うん、ああめましてがなかなかこう得意ではないよというフレッシャーたちが多いと思うんですね。はじ、うん、めましてのタイミングで自分を出せないっていう悩みを抱えている方も結構多いと思うんですよ。うん、そういう方たちに向けて何かこうアドバイスとかございますか まあこれはまああのフレッシュフレッシャーにはもうもう切っても切り離せないえーマインドスキルになってくるかなと思うんですけれどもまあ結局、一番大事なのはブレースカリキュラムをえーとファーストタッチで立てていくっていうのがもう本当にえライフスキルをえやっていく上でえキャッチ。 していくんじゃないかなって僕は思いますよねうん、うん、まあ確かにそれもあるけど、うん、だ結局その自分一人っていうふうに思っちゃってるかもしれないけど、うん、まあフリースクラムフォーメーション、うん、それを組んで <laughs> そうですねあの本当トライしてもらうとやっぱそれはまたそうそうそうだかけ決しておロンリーブレスじゃないってこと <laughs> ロンリーブレスじゃないってことを意識してほしい うんこれはあのチームブレスでやってるっていうああそうチームブレスでねなかなか本当チームブレスで成り立ってるしうんこれもワールドブレスで言うとこれはもうもう本当にインフォメーションな感じでそうそうそうやってますからねうんそこはやっぱそうだと思いますねやっぱ周りを見て周り周りその自分の取り囲むそのサークルブレスを感じてそうですねそれでやればあの いいと思いますね。<laughs> 大丈夫そこまで。うん、大丈夫りすぎそこまで行っちゃって。喋りすぎかな。大丈夫かな。喋りすぎかな。関根さんはいかがですか。はい、いやあのそうなんかまあチームとか論理とかちょっとは,は分かったところではありますけれども、あのやっぱり自分を出せない悩みっていうのはまあ誰しもがあるとは思います。うん、まあその。 例えばこう相手にどう思われてるんだろうとかそういうのを気にしちゃったりとかもすると思うんですけれども私もまあこう思い起こせばあのデビューしてすぐいろいろものまねをする機会とかもあったりしたんですけれども特に例えば父が私の父がものまねする千葉真司さんのものまねとかもやっぱりあれも息をこう吐くうですねなのでやっぱりそうなんですよそれもこう。 やります。のでやっぱりこう、一気に自信がないと。そこはこう、できないので。ちばブちばぶれす,す、ね。はい、そうなんですよ。なので、こう、いぶきなの、まさにいぶきなので、やっぱクリーンいぶきといいますか。レジェンドです。それに関して、はやっぱりこう、どう思われるんだろうとか、いちいち思って。ら、られないんですよね。そういうことよりも、こう、思い切りやる。自分を出す、自信を持つ。 やはりこうフリスクを食べることによって息も爽やかになりますので、そこはこう自信を持ってできましたね。確かにそうです。ねやっぱラビットブレスマインドが入ってますから。そうそうそうね。やっぱそこはやっぱ全然違うなと思いますよね。ありがとうございます。本当に素晴らしいアドバイスをねたくさんいただきましたけれども、フレッシャーの皆さんも本当に大きく頷いておられますね。はい。大丈夫大丈夫。ここからどん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 あのフレッシュマーケットが拡大していくから。皆さん通じてますか。どうですか。分かっ。 大竹さんどうですか今の全部じゃまとめるとどうよはどういうことになるんですか結局やればいいって結局ね結局そう結局あそんなシンプルにそうやればいいやればいいよね結局やるしかないからそうまあそうですやるしかないそうなの自分に自信を持って やればいいといととうことでうす、ね、よろしいですすね、うんうん、ありがとうございますでいまろいろとねあのディスカッションしていただきましたけれども財津さんも注目しているという今話題の AI チャット GPT 今日はですねこちらを使ってフレッシャーのコミュニケーションへのアドバイスというものを聞いてみました、はい、チャット GPT に聞いてみたところこのような回答が出てきました、うんうん、ぜひ皆さんもスクリーンをご覧くださいあここに今質問してますね すごいはいこうして次々へとチャット g p t がですね、うん、フレッシャーのコミュニケーションへのアドバイスを出してくださ,くださったというかく,だくれたんですけれどもちょっと読んでみましょうか1自分を信じて自然体で接する2積極的に声をかける3聞く力を養う4間違えを 恐れないというね、こういった回答が出てきました。うん、皆さんいかがでしょうか、こちらの回答については。そうですね、まあ、まあチャット G. P. T. で、僕はあの昔、あの。チャット B. C. G. 受けてるので。B. C. チャット B. C. G. っていう。まあ、ここら辺はもう、本当に。もうすごいマインドセッションが合ってるなと思うんですけれど。うん、まあ、そうですね、まあ、こう、やっぱ A. I. の時代に。ええー、どん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 ,どん。うん キャピタルブレスをどんどん入れていくっていうのがいいのかなと僕は思うんですけれどもかそうなだから今のがその今チャット GPT なんてあってあれだけど僕らの時代なんか本当こういうのを教えてくれるのは本当あのうん。 ゴタンド T O C ぐらいしかなかったから、もうそこで全部その教わって今やってるっていうのあるから、ゴタンドで、うん、ゴタン T O C が全部教えてくれる感じもあるし、今はそのね、チャット G P T があるけど、もうそれはやっぱ全部、うん、そうですね。お、俺なんか俺が学んだのは結局グレートティーチャー鬼塚 G T O、いろいろ学んでたっていうのはありまる。そうだよね。だって。 それはそうなんだよね、絶対、積極的に声かけてさ壁をさ、壊してさやるわけじゃないハンマーでね、ハンマーでハンマーで壁をね壁壊してましたねそうそう、ハンマーで壁壊してくっていうのが親子の絆もそれで深まりましたねこれだけだからファミリーブレスセッションができるってことそれで全部入ってるもんねそう、全部入ってるのよ結局ねありがとうございます とても <laughs> あの役に立つアドバイスをいたただきましたね、はいはい、ではここでですね実際に今日お越しいただいているフレッシャーたちから、うん、えお悩み相談ということで面白いねフリップにですね、うん、お悩みを事前に書いてきていただいていでは<分>フレッシャーの皆さん、うん、一斉にフリップをお出しください。えー、どうぞ ああ、じだ。字でまずは。じ <laughs> <す>だ、ね。で、まずはカメラの方に向けていただきまして。<あ>はい。え、続いてでは、ちょっとゲストの皆様にも、こちらのお悩みを。見せていただけますか。はいはいはい、すごいの、うん、字だね。うん、綺麗な字です。うん。ね、いろいろあるんですけれども、財津 <laughs>、ね、さん、気になるお悩みはありますか。すご ちょっとね大学生の方で初対面でぐいぐい行き過ぎてしまうの <laughs> ほにゃめみたいなこうん、プンプン,プンってみたいな感じの書い、うん、てますけどぐいぐい行き過ぎてしまう,、うん、うこれいいことなんじゃないかなと思うけれどもいやぐいぐい行き過ぎてしまってなんか逆ちょっと惹かれちゃうみたいなあーなるほどねうん、えー、な,なるほどあーあオーバーリタッチした <laughs> そうですああそうかうまあでもそれは難しいよね、まあ、だからいかに、えー、それは自分のクッションブレスを置いてやるかっていうのが大事で、まあ、ク,レクッションブレスを置くにはやっぱりフリーリスクっていうのが非常に大事っていうことになってくるんですよはい、はい、まあでもね、まあ、いいと思いますよもうぐいぐいいっちゃって今の世の中。 だし実際問題は今初対面だけどそんなにぐいぐい来てないから、<laughs> あそうですね。それは全然今解決、うん、今喋って<あ>できたと思う。はい。全然大丈夫。うん、<laughs> 解決できましたね。大丈夫。でもそうだからぐいぐい行き過ぎてしまうって分かってるっていうことは、うん、自分で調整できてるっていうことなので。うん、そうですぐいぐい行き過ぎて、うん、引かれて。 それをまたさらにいっちゃうんですよね、僕はでも行き過ぎてしまってね判断できてる分かってるってことは本当に行き過ぎてる人はそれすらも分からないで突っ走ってるので分かってるから「おっ!」と思ったらそこでこう要素を一呼吸ちょっとそこでちょっとフリスク食べたりフリスク食べて一呼吸ちょっとリフレッシュしてっていうふうにまた切り替えられると思うのですごく分かってるっていう時点です晴らしいと思います。 はい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 すいはいはいはいういは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 のはい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 はのはい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 いはいいはんはい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 い どういうふうに自分を証言したらいいかな。は,はいはいはい。思ってて。はい。はい。はい。ではですね。うん、今日実は、あ、今フリップが届きましたね。はい。はい、え、では皆様には一言でですね。ちょっとこの自己紹介を。どうしたらいいかという。質問に対して、アドバイスを一言書いていただきたいと思います。うん、これは字で書けばいいのかな。字でお願いします。<laughs> はい。他にどう。 結構、ね、うちの会社だったら絵で描いてとかああ、新しい感じですね、息で表現とかね、ちょっと。まあでもね、自己紹介というのは難しいですよね、自分のことをお話しするっていう意味でも、うん、自慢になってしまってはいけませんし、うん、でも何かこう、お伝え,伝えもしなきゃいけないですしね。そうだねやっぱねっぱあ<ー>さあでは よろしいでしょうか、はい、それではですね、はい、ゲストの方にアドバイスということでフリップを書いていただきました、はい、まずは関根さんから、はい、お願いしますまあ、そのもっと基本的な基本中の基本なんですけれどもこ、うんはい、の笑顔ではっきりとっていうのが大事だと思います、うん、私もよくそういう初めましての場合 場が多かったり、まあ、仕事でもそうですし例えばママ友とかもそうですし学校のそういう保護者会とかでみんなで集まったりとか何なら公演デビューとかいろいろなそういう機会あるんですけれどもどうしてもこうはっきり喋らないそもそも何て言ってるんだろうとか聞き取ってもらえないっていうことがあるのでそこは先ほど最初の「笑顔で元気よく」にもつながると思うんですけれどもこう自信を持ってはっきりともごもごもごって喋らないでこう名前をこうはっきりと聞き取れるようにやっていくと 向こうも聞こえるので、そこからまた反応も返ってくると思うので、スムーズにいくのではないかなと思います。うんはい、ありがとうございます。では、いききさん、お願いします。えっと、僕のことでいいんだよね。いきますね。うん、はい、これ。うん、クリブレファースト。間違いないね。うん。まあ、これ結局、まあ、クリーンブレス。うんはい、もう、もう、最初にもかましちゃうってことなんだけど。うん、まず、あのー。まあね、だ まあ緊張しちゃうよね、カラカラになっちゃうと思うんだけどやっぱりこうまあこのねフリスクまあちょっとこういってまあ息整えちゃうわけまずは息整うとやっぱ気持ちも整うわけブレスストレッチするってそうそうそんで例えば今ちょっとじゃあ今こう今ちょっとちょっとやっちゃうけど例えば自己初めての人いるねじゃあ普通だったら皆さんねあの あのじめましてってちゃんと挨拶すると思うんだけどこれそれだとやっぱあれだからもう、うん、今、フリスク入れちゃってるからもう相手の、うん、もうここまでも口入れちゃって <laughs> これ、どう思う、みんなこの人どう思う <laughs> こ,のこの人のこと一生忘れない、ね、うわって うきれいうわ何この人ってそううわ何この人怖って思っちう怖って思っちゃうけどそのもうクリーンブレスが来わるからそのフレッシュブレスがねああすごいもうそのやっぱ匂いってすごい記憶の中に残りやすいからそうでしょそうでしょ幼いの匂のそうそそそううういうのだよねそれをもうやっちゃうなるほどやっちゃうこれでやっちゃう素晴らしいアドバイスですねありがとうございますでは財津さんのはい フリップ、はい、アドバイスをぜひお願いいたします、はい。まあ僕は間違いなくまあこれだと思って、ねえー、ブレスナビリティですね。<laughs> はい、まあこれが一番大事なんじゃないかなと思ってますね。はい、まああの本当にあの趣味とかそん特徴とかなくても心配しなくてもあのまあ持続持続可能なあのサス,テブルなサステナブルなこの綺麗な生きさえあれば、うん、まあ自信持てるので、まあリアルな対面でも機会が増えていくっていうのはね。 ももう本当に怖いなしですまずは自分の息を綺麗にするそれを保っていくっていう最初ね一輝さんが正面から言ってましたけどそれが難しいっていう人はもう一つ方法あってこれいって食べちゃう一個すみません失礼いたしますんで一輝さんはここまで言ってるんだけどこれが恥ずかしいって言ってに確かにあるかもしれないその場合もあるかもしれない。こっっっちちに立ゃて でこうやるでここです後ろかからね確にバックブレスでアプローチしていくっていうのは、うん、そのカミングサセンサスになるから確かに <laughs> そうバックブレスだとね確かにその、うん まずさ最初サウンドプレスだけくるわけ、うん、はあっていう、うん、その後にあのにフロントプレスくるからそれはすごくあの、うん、ブレインコンディショナーもいいかもしれないそだからは初めましてという自己紹介という点をこうまあ意識して、まあ、もらえれば大丈夫なんじゃないかなと思います今質問していただいた方いかがですか、うん た,ためになりました。本当に <laughs> よかった、それはそうです、ねや。やってみたいと思います。ぜひ。高いよ、これ。高いよ、これ。<laughs> うん、ね、これ高いよ、この情報。<laughs> そうですね。お試しいただければと思います。きっとうまくいくと思いますよ。うん、はい。では、もう一方行きましょうか。はいはい、もう一方はですね。うん、では、どの方にしましょうか。うん、いききさん選んでいただきましょうか、ね。か、うん、そうだな。じゃあ、その。隣の。 初めての人と話すのが心配緊張するあると思うんだよねこれなんかどうかなって思うんだけどどうかな人前で話すの結構苦手で初めての人ななおさらちょっと緊張して震えるんですけどその場合ちょっとどうしたらいいですか 質問、不安、悩みへもアドバイスをね書いていただきましょう。うん、初めましての人と話すのが心配、緊張する、うん、震えてしまうぐらいだということなんですが、うん、では、また。 どううししましょうね関根さんからアドバイスをいただこうかなと思うんですがお三方の手元のフリップは同時に出していただきましょうか、はい、そして1人ずつ説明をしていただきましょう、はいはい、ではまずはフリップをお願いいたします。バンはい、はい、ということで,、うん、では関根さんからアドバイスをお願いします。はい、あのの多分その心配しちゃうとか 緊張しちゃ喋った方がいいんだろうとかって自分が何を喋らなきゃいけないのかなって多分考えちゃうと思うんですけどそれよりも一回それを置いておいてまず相手がどんな人なんだろうって興味を持ってどういう人なんだろうと思うと。 不自然とと質問も湧いてくると思うのでう聞くこととがでできると思うんですよで、そうやって聞いていくとだんだんなんかこう話さなきゃっていうよりもしっかり話を聞いて相手の言ってることに対してまた「うん、あこれ興味持ったらまたさらに、うん、えそれってどういうこと?」とかあ「私もこれ興味あるんですよね」っていうふうにしてまた共通の話題が出てくると思うのでまずは「どんな人なんだろう?」っていうふうに相手に見ること自分がどう思われてるのではなくて「相手はどんな人なんだろう?」 と思って、自信を持って、接すると、少し話しやすいかなと思うんですけど,ど、うん、どう、でしょうか。うん、ありがとうございます。うん、でも参考になりました。一木さんもお願いします。うん、あの、僕は、まあ、ファーストブレスコミットってことなんですけど。まず、あの、まあ、なんだろうな。うん、やっぱ、最初のね、あの、うん、一言目っていうのは、すごく緊張すると思うし。あの、話しづらいと思うの、緊張するっても、言ってたし、だから、まあ。 なんだろうね、そのまずその息を整えるっていうのはその綺麗なね、うん、あの息に整えるっていうのそれだけもう緊張してるっていうのも逆手に取っちゃう、うん、それはもうでもう息はねこれをもうフリスク入れたら息はもう綺麗になる、うんうん、でブレスがすごくフレッシュになるからうん、うん、したらもうあとは全部もう息。 息で全部話す。ブレストーキングだから例えば普通だったら初めまして「息綺麗いです」っていうのをこのブレススキルはねなかなかね身につかないけどそうちょっとやってみようかちょっと会話してみようかいくよじゃ うん。そうこれすごくよくできてたと思う緊張すると息上がっちゃうじゃんはあはあはなっちゃうでしょそれも全部息出しちゃうそしたら相手も絶対答えてくれるからで、答えてくれなかったらそこまでの人だと思えばいいそれがまあファースト ブレスコミットかなっていう。<laughs> なるほどなるほどありがとうございます。うん、では在位さんお願いします。はいえー、僕は、えー、ブレスニュートラルですね。<ー>まあはいはいはい。まあこれまあ本当に何をするにも一回ブレスニュートラルに持っていくっていうのが大事で。 まあ、そこから、えー、ブレスシフトを、えー、ブレスドライブに入れて、うんえー、それで、えー、アクセルブレスを踏んでいくそうすることによって、えーえー、ブレスコミュニケーションが前に進んでいくっていうことなんですね、うん、でじゃあ、まあえー、ブレスコミュニケーションがちょっと行き過ぎだなと思ったら、えー、ブレスシフトを、えー、ブレースリバースに入れるでそしてアクセル踏むと戻っていくからそういうことが大事ですね うん、そう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 、うん、だからまあこの、まあ、この、まあ、一回ニュートラルすることで、まあ、あの。会話の場も整理されて、綺麗になるので、まあ。話しやすくなるんじゃないかなと、僕は思いますね。うん,ねうん。まあ、このブレスニュートラルっていうのは、あの、イギリスの、マイクブレスが。あの、提唱しているっていう、うん、ことなので。うん、これはもう間違いないですね。はい、は,はい、はい、はい。はい、ありがとうございます。いかがでしたか。はい。さん。 復興になりました <laughs>、はい、ありがとうございますぜひ、ね、実践していただけたらなと思いますね、はい、うんありがとうございました、うん、さあということで 3>,、うん、3つ質問に答えていただきましたゲストの皆さん、はい、どうもありがとうございましたありがとうございました フレッシャーの皆さんのお悩みもすっかり晴れたと思います、はいうん、何よりもですね自信を持って自分らしく前向きでいることが、うん、良い関係性づくりや良いコミュニケーションへとつながっていきますので、うん、ぜひ皆さんも頑張って、ねうん、楽しく過ごしていただければと思いますそれをサポートするアイテムとしましてフリスククリーンブレスもポケットやバッグの中に入れておくと良さそうですね。うんうん、はいということでぜひあのお守り代わりにお持ちくださいませ。うん さあではですね、この辺りで終了のお時間となってしまいました。えー、ではゲストの皆様、一度立っていただきまして、フレッシャーの皆さんに一言ずつメッセージをいただきたいと思います。では関根さんからお願いします。はい まずはもう新生活で、ね、おめでとううございます。も,うもう今が始まりでスタートですからワクワクと、まあ、ドキドキと両方いろいろな感情があると思うんですけれどやはりこうやって自信を持って笑顔で進むことによって自分の道が,広が切り開いていけると思いますのでこうフリースクのクリーンブレス これをね食べること息も爽やかになってそれ,それだけでもこう自分の中が爽やかにって自信につながるので、うん、そうやっていろいろな方と積極的にコミュニケーションを取っていってほしいと思いますありがとうございます池木、えー、さんお願いします、はい、じゃあまあせっかくなんでじ,じゃあ息でちょっとし<あ> <laughs> ちゃいますかはっはっ そんなこと言えないあ、通じてる大丈夫、大丈夫そんなこと言っちゃって書かれちゃうよネットにこれネット書かれちゃう、大丈夫これ、うん、<laughs> すごいこと言ったはい、ありがとうございました <laughs> でではザイさんお願いしますすそうですねあの本当にあの誰しもがあみんなのファーストフレッシャーから始めていくというので、まあ、そこからミドルフレッシャーそして、えー、セカンドフレッシャーとどん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 、えー、成長していくので、えー、そこのキャピタルに関しては僕はもう本当にしっかりとブレス、えー、マインドを自分の中に、えー、オープンブレスするっていうのが大事なのかなっってて、うんえー、思いいました、えー、皆ささん本当に頑張ってくださいありがとうございました。うん ありがとうございましたということで改めまして本日のゲスト楽しいそしてためになるお話をたくさんいただきましたどうもありがとうございました関根さん、そして在地さん、行き来さんでございました本日はお忙しい中ありがとうございましたありがとうございましたそしてフレッシャーの皆さんもありがとうございました <music> それでは皆さんご講談ください、はい、ありがとうございました ではフレッシャーの皆さんも。